河津町の爬虫類専門の体感型動物園伊豆で、可愛らしい水玉模様の希少なカメが生まれました。こちらが先月末に卵からかえったハミルトンガメです。ハミルトンガメはインドやバングラデシュに分布し、美しい水玉模様が特徴で、絶滅が危惧される国際的にも希少なカメです。 伊豆では今年3月に19個の産卵を確認しました通常負荷までは60日から75日かかるとされていますが今回は47日で13個が卵から飼えるという異例の速さでした生まれた時からとても元気で本当に活発に泳いでくれてあの本当に元気いっぱいです 生息地でも本当に激減してしまったカメなので、この小さなカメを見る機会ってもまずないんですね。ぜひねこの綺麗な水玉模様のカメをね見ていただきたいなと思います。カメは10年ほどで大人と同じ40センチほどの大きさに成長し、甲羅に水玉模様があるのは子どもの時だけだということです。